はい、どうも、戻ってきました。修学旅行です。北海道に行ってきます。なんと北海道にね、あるイベントがあるんですよね。なんでお前と。ちょ待てよ。綺麗な景色だな。このな、棒読み感がいいんだよな。おっと、俺ちょっとトイレ行ってくるから先に行っちゃうなよ。あ、はいはい、待ってるよ。タグタクロのやつ、タクロじゃねえ、タクミのやつ。マオさん、え、聞き覚えのあるこの声、まさか。さくらさん。いや、でもこれ最初の時すっげえびっくりしたんだよな。びっくりした。そりゃもう、さくらさんがどうしてここに。あ、わかった。タクミか、うん、をくれたの。ここに連れてくるから待っていてくれって。でも本当さくらの指示多いよな。そうだったのか、タクロのやつめ、憎いことしやがって。今あえて本当に。するとさくらさん、この辺りの学校とか。そうか、私ったら転校先のこと全然話してなかったんだもんね。実は私も修学旅行で来てるの。大門高校ってどこら辺にあるんだろう。そうなんだ。それでどこの高校なの。大門高校って。大門高校、あ、もしかして野球部がめちゃめちゃ強くて甲子園でもよく優勝するあの大門高校、ひょっとして。うん、野球部のマネージャー。やっぱり佐藤さんが相変わらず、さくらさんが相変わらず頑張ってきてくれてとっても嬉しいな。それにこうして再会できたことも。私も。あのね、私花火大会の時あなたに言い忘れたことがあるの。これあれだな、花火大会戦やったら絶対エンドを迎えれん感じやな。言い忘れたこと何？あ、もう時間だから行かない。え、じゃあね、また今度ね。でもさ、実際なんか3連休とかやったら会えそうな気がするけどな。ああ、行っちゃった。あ、しまった、新しい電話番号聞くの忘れたぞ。待たせちゃったな、悪い悪い。たくみ、さくらさんの電話番号教えろ。いいな。そうだな、北海道といえば怪我にぐらい出してやるよっていう感じでしたと。明日一緒に名所回ろうぜ。じゃあ、クリスマスイブまで飛んできます。よし、クリスマス。あ、クリスマスカード、さくらさんからだ。どうしてるかな、さくらさん。チケットは持ったし、さて、伊集院家のパーティーに行くか。よっしゃ、パーティーパーティー。いやー、前回は行けなかったからな。やっと戻ってきたぜ。さくらさん、来たよ。あれ、じゅんかな。あれ、じゅんかよ。あ、じゅんはいいよ。あれ、お、来たー。え、この声。あー、よかったー。待っててよかった。きっと会えると思ってた。どうしたの、さくらさん、こんな時間に。それに、実はちょうど親戚の家に家族と来ているの。それで抜け出してきちゃった。そうだったのか、とっても嬉しいよ。でよかった。あ、そうだ、どうしても言いたいことがあるの。ん？何？メリークリスマスって。やだな、涙が出てきちゃった。どうしてかな。やっと言えて。私さくらさん、メリークリスマス。うん、嬉しい。
時間。急いで帰らなくちゃ。わ、切ないな。こう本当に短い時間しか会えないっていうのがな、厳しいよな。ごめん、さくらさんが来てくれるのを知らずに俺パーティーに行っちゃってて。うん、話が決まったらすぐに連絡しておけばよかったの。そしたら気がつかなくて。いやでもな、ちょっと連休時に会えるようなね感じにしてくれたら嬉しかったな。よかったら親戚の家まで送って行っていいかな。お詫びってわけじゃないけど。うん、一人で大丈夫だよ。電車で3つ向こうだな。あー、じゃあ結構近いな。そうなんだ、じゃあ響きの駅まで。うん、じゃあここで。うん、また会えるよね。もちろんだよ。4番線から電車が発車します。駆け込み乗車はおやめください。さくらさん、なんて言ってたんだろう。絶対好きですみたいな感じで言ったと思うんだ。うーで指示多い。これ主人公光じゃなくてさ、さくらじゃないの。これ CG の数超多いぞ。というところでエンディングいきたいと思います。卒業式も終わっちゃったな。おい、校門のところでさくらさんが待って。え、いいから早く行ってこいよ。待たせちゃう。はあ、行ってくる。さくらさん、卒業おめでとう。うん、さくらさんこそ卒業おめでとう。あれ、卒業式はどうしたの。終わってから急いできたの。どうしても伝えたいことが。ん、さくらさん、ごめんなさい。私ったら何やってんだろう。そう。どうしたの。うん、ここだと言えないから中庭の方に。ね。うん。やべ、何が変わったかさっぱりわからんな。ここでいい。それに卒業しちゃうと本当にもう一生会えない、そんな気がして。だからずっと言おうと思っていたこと、今
たのことが好きです。ずっと、ずっと前から好きです。実は俺も、さくらさんのことが好きだよ、さくらさん。ありがとう。変だな、私嬉しいのに泣いちゃってる。いや、メインヒロインだな、これは。ああ、間違いねえ。嬉しいな。でも、私も響きのの生徒でいいのかな。いいと思うよ。そうじゃないと、伝説に合わなくなっちゃうからね。うん。あれ、何が変わったかさっぱりわからんな。こうして俺の高校3年生活は幕を閉じた。お前は運動ばかりしていたような気がするな。というところで、最後1枚へと、まあ、アルバムを見て終わりたいと思います。でそこまでカットします。おー、来た1枚へ。おー、いいね。こう手つないで一緒に帰るやつ、いいね。主人公の顔は、アルバム。まあ、このアルバムは別に、セーブしないでいいような気がするけど、セーブしないと、次に進まないからな。あ、これセーブマックスになっちゃったよ。セーブマックス。よーし、じゃあ、おまけをちょっと見ようかなと思っております。何が変わったかあんまりわからなかったな。多分最後の1枚目が変わったのかな。よくわかんないけど。エンディング。かっこ、やったー、2つになってる。あー、やばいな。あと4人か。結構もう少なくなってきたな。じゃあ次回は、ヤシさんをね、やっていこうと思います。まあ、そうだな。順番的に言ったら、ヤシさん、隠れキャラ、真のバッドエンド、で、最後に先生みたいな感じがいいな。うん、で、先生で締めくくるみたいな感じにしたいが、しかし、一文字さんのね、エンディングがあともう一つあるらしいんですよね。もしね、もう暇できそうだったらやりたいとは思っておりますので、ご期待くださいませ。というところで今回はここまでにしたいと思います。ではここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃあねー。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。